も人も私の思い通り。劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。全ては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために、よかった。早急殿、ご無事で何よりです。救援感謝する。だが俺は皆に合わす顔がない。俺は愚かにも周法に騙され、味方を窮地に陥れてしまった。早急殿、そう気に病まれることはありません。包括にも敵があなたのお人柄につけ込んだ。ただそれだけのことです。しかり。そしてまだ戦は終わってはござらぬ。今はただ多くの味方を救い、呪春を守り抜かん。万長殿、上皇殿、感謝する。悔やんで足を止めるわけにはいかない。俺はただ敵中にかけ、この危機を打開するだけだ。周法を信じてしまったのは俺の不明。だからこそ陸遜を倒し、皆の信頼を取り戻す。守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。Ha! Ha! 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 Ha!
とね、可愛がってあげる。やあ！すでに勝敗は決した。敵を捨て投降せよ。消えればいいや。すごいな。さすがだ。おとなしくしてね。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。守りは性に合わねえんだ。やるからには絶対に抜かせねえ。消えればいいわ。決められた者の強さか。ここは引くしかあるまい。敵将討ち取ったわ。感服捕まつった。これぞ武の神髄。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。戦線を押し上げてみよう。みんな私についてきてくれ。おとなしくしてね。おやすみなさい。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。敵さんも必死ってことかい。どうしても敗散しときますか。行くぞ。敵の要所落としたぞ。これ以上無茶できないわ。チーム優勢だったのに、ごめんなさいね。この地の攻防は戦局を左右しうる。消えればいいわ。私たちで守るぞ。やっ、ここで引いても偽装投降は成功している。義軍本陣は間もなく陥落するはず。なんとか窮地は脱せたようだな。思惑が外れて敵はさぞ悔しいことだろう。ああ人も戦も思い通り。感服捕まつった。これぞ武の神髄。五軍の勢い、燃え盛る炎のよう。うっかり城から出れば焼き尽くされそうね。宝庫の憂いなく城攻めができています。後方との連携がうまくいっているからですね。そちらに反撃の機会など与えません。主神を孫悟が制圧します。陸曹様、占領した拠点より援軍が到着しました。
嬉しい知らせですよ。これで味方の戦意も上がるでしょう。ヘイ、やっ、やっ、やっ、消えればいいわ。やっ、金星が後も覆されると私の慢心が招いた結果です。よし、我が軍の勝利だ。おめえ返上できたのは皆のおかげだ。一生おとなしく討ち取ったわ。迷いのない肉ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。皆のおかげで呪春を守ることはできた。だがあまりに多くの兵を失ってしまった。俺は洛陽に帰り、士官殿から処罰を賜らなければならない。早急殿。洛陽より伝令、陛下が崩御されたとのことです。なんだと、士官殿が。そんな。芝居殿、一体どうすれば。義弟崩御の報が伝われば、呉も蜀も矛先をこちらへと向けるであろう。その前に対策を講じねばならん。万長殿、呉への備えは任せてよろしい。ええ、もちろん。すぐに味方を立て直し、防衛線を引き直しましょう。俺も呪春を死守する。きっと士官殿もそれを望んでおられるはずだ。他の者は蜀に対する防備に回れ、至急長安へと向かうのだ。父上、お待ちしておりました。帝は先帝宗妃殿のご遺言に従いで、父。ついに蜀がこちらへと軍を向け。劉備の死からここまで思いのほか早かったですね。この動き、周到にして緻密な準備あってこそよ。失礼、これは芝居殿。慶州喪失後、蜀はすぐさま呉と名を回復し、さらには南方を威武している。すべてがこの北進への布石、そしてすべてが諸葛亮一人の差配によるものよ。なんと、うっ、ではこの度の軍も諸葛亮が。うっ、芝居殿、どこか嬉しそうですね。希代の使者と謳われる諸葛亮と対するのだ。地位を磨ききた者としてこれがたぎらずにいられるか。来るがいい諸葛亮、葬儀に芝忠達の地ありと胸に刻みつけてやる。
加工坊将軍が南安で窮地に陥っている。早く助けに行く。だが救援すればこちらが手薄になる。ここを敵に奪われたら。落ち着け。お前たちがうろたえたところで何も始まらぬわ。申し上げます。食軍は祈山、天刀山、外邸に軍を展開しました。現在南安にて加工坊将軍が諸葛亮率いる食軍本隊と交戦中。しかしながら苦戦を強いられている模様です。加工坊殿じゃ諸葛亮の相手はきついって。すぐに助けに行かないと。諸葛亮め、アイロを利用し多方面から攻めることで数の不利を埋めようというのか。外邸の首相は諸葛亮の弟子の馬謖です。外邸近くの山頂に布陣したとの報が入っています。外邸の麓ではなく山頂に？なんて野暮な。いえ、こちらにとってはまさに行幸と言えますね。外邸の山頂は水の確保もできない地勢。麓を押さえれば陣など簡単に干上がります。それで外邸は悠々と取り戻せるでしょう。諸軍が天刀山にも兵力を割いているのは長安と我が軍の前線を分断するためか。はい、おそらく用地である山の南側には有力な将を配していると警戒すべきです。うん、よくわかった。お前、名を？は、今日白薬と申します。おお、なるほど。お前が噂の天水の麒麟寺か。他方面に軍を進めてはいるが、諸葛亮の狙いはただ一つ、長安よ。奴は長安侵攻の用地となる外邸と天水の確保に注力してくるだろう。脅威、お前は故郷を死守するがいい。はっ、承知しました。さて出陣だな。死将よ、我が一族として無様を晒すことなく戦うのだ。諸葛亮を討ち、諸君を完膚なきまでに叩く。二度とこの地を踏めぬようにするのだ。諸葛亮は天水にいるみたいだ。脅威だけじゃきついだろう。助けないと。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。ここ欲しいんだよね。悪いけど倒させてもらうよ。いつも馬長と一緒にいた男。いいわ、あの男の元に送ってあげる。進軍開始。俺たちであそこをもらっちゃうよ。いいところに連れてる。本気で若のとこに行くかと思ったよ。ということでさよなら。敵将討ち取ったわ。人も戦も思い通り。迷いのない戦ぶりですね。そのうちから時に羨ましく感じます。
とこは潰しちまうか。お前らついてこい。良い場所を見つけた。そこに向かって進軍を。いいところに連れて行ってあげる。いい子ね。可愛がってあげる。消えればいいわ。そこ攻める。そこ奪う。はい、消えればいいわ。来て、よし、いいところに連れて行ったの。で、や、や、せっけい。拠点取れぬ。バレ、悔しい。どれ、人も戦も思い通り。迷いのない戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。なとこは潰しちまうか。お前らついてこい。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。おとなしくしてね。もうダメか。上昇すまねえ。戦も思い通り。さすが母上です。本当に誰よりもお強い。
この陣形、あなたの手によるものです。さすがは君たち、職に必要な逸材です。消えればいいだと。私をバカにしているのか。道先で惑わそうとしてもそうはいかぬ。いい子ね、可愛がってあげる。良い場所を見つけた。そこに向かって進軍を。少し手加減してやってはどうか。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。芝居殿、職軍を追撃しなくてもよろしいのですか。諸葛亮はあの脅威を引き込んだようだ。なんと忌々しいが、もはや我が軍の陣容は敵に筒抜けよう。今追えば必ずや通撃を受けるであろう。ならばここは潔く兵を引いた方がいい。それに我々には少しの間喪に服す期間が必要だろう。芝居殿、承知しました。兵たちには楽に帰還するよう命じましょう。漢中方面の守備には引き続き私が当たります。ここには花公園将軍が残した兵も多くいますので。では失礼。あまりに早すぎました。あなたの身をはあと数年続けば、天下は乱世の先へと進めたであろうもの。芝居、よくぞ諸の進行を食い止めてくれた。朕は先帝同様お前を信頼しているぞ。ただ最近妙な噂が流れているのだ。そなたは知っているか。いいえ、存じませぬ。噂とは。芝居一族が、いえ
あなたが帝位三奪を企てているとの噂ですよ。恐れながら事実無根の流言かと。果たしてそうかな。各地の城門に文が張り出されておるのだ。芝居殿が天下を取るというな。それでも白を切るつもりか。はあ、一体どこのバカがそんな真似を。カーン、皆を連れて外に出よ。朕は芝居らと話がしたい。御意。先帝の崩御により今この国は揺らいでおる。朕はこれ以上動揺を広げたくない。芝居よ、すまぬが混乱を避けるため一時的に身を引いてはくれぬか。よく言いますよ。父上が今までどれだけ義のために働いたと。将、口を慎め。陛下の御前だ。父上、申し訳ありません。陛下のお言葉とあらば、この芝中達、慎んで従います。師、将、我らは巨匠に移るぞ。すまぬ、芝居。父上、今回の陛下のご沙汰はあまりにも理不尽。あの時将が陛下に不敬を働かなければ私が嫌味の一つでも言っていたでしょう。でしょう。ほら、冷静な兄上ですらこうですよ。父上、今から陛下に行って蟄居を撤回してもらいましょう。そう騒ぎ立てるな。陛下はまだお若い。帝位に就いたとはいえ古くからの臣を抑える力がないのだ。父上ですが。それにすぐに蟄居は解ける。旦那様、勅使がお見えです。諸葛亮の軍勢が五条原に侵攻したため至急対策を講じてほしいと。主人の前でもないのによく喋る口でしたわ。やはり来たか諸葛亮。そうだろう、そうだろうとも。だが思っていたよりも早いか。やつにしては焦っているようにも思えるな。父上、まさか全部お見通しってことですか。諸葛亮をおびき出すため蟄居を受容されたのですか。もしや各地にばらまかれた残言の文も諸葛亮の策と見抜いた上で。はあ、やっぱり父上はすごい。敵は五条原と言ったな。ふん、なるほどな。諸葛亮よ、春夏よ、勅使に伝えよ。五条原の諸軍を攻めてはならぬ。絶対に兵を動かすなとな。承知しました。短いお休みでしたわね、旦那様。師、将、すぐに戦の支度をせよ。我らはこのまま五条原に向かうぞ。腰抜けども砦から出てくることもできねえのか。戦えねえんならさっさと逃げ帰りやがれ。クソ、食のやつら調子に乗りやがって。
芝居様はなぜ動かないんだ。このまま俺たちに屈辱を味わえってのか。流行るな。じれているのは敵と手同じ。もうダメだ、やろうぜ。俺たちの力思い知らせてやる。待て、それこそ敵の思うツボよ。そうですわ、皆さん。職が尺でも余裕しゃくしゃくで構えましょう。剣影、そなた。おお、神剣影様。神剣影様がいらしたぞ。敵も今は挑発してくるだけのようです。でしたら気を楽にして備えていましょう。はい、神剣影様。まったく、お前という娘はこの緊張をも難なく弛緩させおるか。でも真剣ですわ。明日の希望のため健やかに戦いましょう。神秘殿、神剣影殿、よくぞヘーラを抑え。お安い御用ですわ。これも皆で前へ進むためですから。ですが芝居殿、職の正気が失われたとはどういうことでしょう。理由は2つ。1つは奴らが遠征軍である。いずれこちらより早く奴らの兵糧はつく。そしてもう1つ。伝令、万長様がガッピにて五の大軍を打ち破ったとの。これよ、諸君が頼みとしていた孫悟はすでに我が軍の前に敗北した。ならばもはや兵糧の我慢比べも必要あるまい。これより我らは攻勢に移る。今こそ諸君と、いや諸葛亮と雌雄を決するのだ。敵の足場を崩し、戦意を損。この五条原で諸を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。夜国道を行く敵兵器の護衛が手薄なようだ。倒せには絶好の機会だな。よし、かかれ。兵器は随分減りました。
この調子で全部壊してしまいましょう。残る敵兵器はあと1台、もう一押しです。これ以上トラ戦車を失えば戦況に影響が出る。深刻な状況に陥る前に撤退せよ。人も戦も思い通り。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私が撃たれれば意識が混乱する。何があろうと倒れるわけにはいかない。俺たちの汗の結晶だ。それを荒らすなんてマジ許さねえ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。Yeah!
さすがの腕前です。やりましたね。敵の畑はもう見る影もありませんよ。いや、人も戦も思い通り。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。俺たちの畑がダメになっちまった。この先どうやって評論を賄うんだよ。来ましたね。この月影とトラ戦車が相手となりましょう。トラ戦車の数は少々心もとないですが、孔明様のため死力を尽くします。参ります。いい子ね、可愛がってあげる。このままでは戦線を維持できませんね。一度下がり体勢を立て直します。敵将討ち取ったわ。やった！人も戦も思い通り。これはこれは、いつもながらお見事ですな。素晴らしいご活躍、お見事です。もはやこの地を守りきることはできません。皆さん速やかに撤退してください。
も戦も思い通り。はい、あ、素晴らしく輝いていらっしゃる。さすがの腕前です。悪いけどここは通せないよ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。月影軍だ。承知しました。敵が追って、このままでは追いつかれてしまう。ほらほら、背中がガラ空きだ。よし、火の奴らを挟み撃ちにしてやれ。の部隊との攻撃が成功しましたね。これこそが私の秘策です。背後からも敵が。撤退と見せかけ攻撃に持ち込む罠とは。潰しちまうか。お前らついてこい。さすがはギル、ここまで攻め込んできましたか。ですがここで引くわけにはいきません。我らの死力を尽くし一夜果たしましょう。ギルはいいわ。いい子ね。かわいらせてあげる。もう二度と遅れは取りません。いざこの月へと再戦を願います。
痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。えぐってあげる。この決戦、我らの勝利だ。敵将、討ち取ったわ。さすがの腕前です。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。消えればいいわ。はい、はい、はい。芝居殿、諸国軍が一斉に退却を始めました。そうか、ついに諸葛亮がいっだか。将、追撃できるか。いや、それが少し面倒くさいことになってます。交代する諸軍の隊列は全く乱れてませんし、奴らの退却路にはいくつも罠が仕掛けられてます。下手に追えばこっちに大きな被害が出そうです。それも諸葛亮の仕業よ。
奴は攻勢の中退路にも策を講じていたのだ。まさに天下の奇才。もう奴ほどの敵と出会うこともないだろう。父上、これで当面は食も語も動けまい。これから先は内なる敵、葬儀を蝕む輩と対していかねばな。父上、母上、失礼します。お呼びでしょうか。巷は高尊院が反乱を起こしたって大騒ぎですが、もしかしてその件で。そうだ、義弟宗英殿からご加盟を賜った。速やかに領土へ赴き高尊院を討伐せよと。洛陽にいる父上に領土へ行けと？どうしてそんな面倒な中元には他の将もいるでしょうに。ふん、すでに官級権が勅を受けて討伐に出た。だが奴は力任せの傭兵しかできぬボング。無様に敗北を重ね呪春に逃げ込む有様よ。高尊院は官級権殿に勝ってますます勢いづいてしまったようよ。炎王なんて自称してかわいそうな人ね。高尊院が呪春を攻め取り呉の侵入を許すようなことが起これば厄介だ。ゆえに我らで迅速に高尊院を討つ。だがその前に、シオ、こたびの戦からお前に全ての指揮権を委ねる。なぜ兄上に？父上もこたびの戦には出られるんじゃ。もうどうして言わなくてはわからないのかしら。あなたたちの成長のためよ。旦那様は自分の目が黒いうちにいろいろ学ばせたいの。うん、諸葛亮が死んだとはいえこの乱世を終わらせるにはまだ障害が多い。それらのすべてを私の代で一掃できるとは思えぬ。ゆえに私の死後お前に権限が移るようこの戦で実績を残せ。どうかしら、資源。承知しました。謹んでお受けします。必ずや高尊院を討ち取りご期待に沿う結果を残しましょう。まあ兄上の指揮なら皆安心してついてきますよ。うん、しよ、急ぎ手はずを整え領土へ向かえ。将よ、お前は補佐に回りよく兄を支えよ。高尊院はこちらの降伏勧告を断ったようね。自ら袋小路に飛び込むなんて愚かな人。ですがこれで奴を生かす理由はなくなりました。恩情を与えても後々の懸念材料になるのならここで根を絶った方が義にとって良いでしょう。まあそれがあなたのやり方なの？旦那様よりはっきりしているのね。一体誰に似たのかしら。兄上、高尊院が出した救援要請を呉が飲んだらしい。呉軍は兵を二手に分けて進軍中。こちらの背後を狙うつもりなんですかね。厄介なことになってきました。案ずるな将。確かに呉は厄介だが相互に密な連携が取れているわけでもないだろう。相手の出方次第では
逆に利用できるかもしれん。冷静に対処すればいい。さすが兄上。兄上の記念すべき第一歩を勝利で飾るべく俺も頑張りますよ。シオ、お前の手腕とくと見せてもらう。くれぐれも無様な姿を晒すなよ。敵は城平城にあり、速やかに逃走源を撃ち乱を鎮めるのだ。退けたか。烈動隊との攻撃を計画していたようだな。ならばその策利用させてもらおう。ショーと連絡を取り敵に合図を送らねばな。人も戦も思い通り。瞬かよ、そのもう少し手加減してやってはどうか。敵将討ち取ったわ。さすが母上です。本当に誰よりもお強い。みんな行くぞ。守りが薄い海側から突入だ。何？義軍が西から。奴ら船を使って上陸したのか。敵を通すな。ここは死守する。
私の守りを崩されるとは。ディクソン殿、任を果たせず申し訳ない。敵将、討ち取ったわ。人も戦も思い通り。お見事、見せつけてくれますな。母上、いやお強い。父上を尻に敷くだけのことはあります。まったく激しい抵抗だったぜ。こんな戦いするもんじゃないな。これで最後にしたいものだ。高尊園の一族は皆処刑せよ。洛陽にいる高尊園の兄も逃すな。兄上、何もそこまでしなくても。洛陽の高尊公は高尊園が乱を起こすと見越して征伐軍を起こすよう前々から進言してたわけですし。いや、勝利、今はその気がなくとも血が残れば一族が罰せられた恨みも必ず残る。判断の温床はこの木に潰しておくべきだ。そんなもんですかね。死よ、随分と苛烈だな。采配をお前に任せると言った以上口出しはせん。だが理にかなっていたとしても、あまりに非情な処遇は新たな火種を生むぞ。兄上、父上だってそう言うんです。少し考え直しては。確かに父上のおっしゃる通りですが、その火種すらも根絶する姿勢を見せれば最終的に反発は起こらなくなるでしょう。この乱世を終わらせるには時に過激さも必要。父上がお仕えした先帝宗妃殿もそのように進められていたのでは。旦那様、一度は資源に任せるとおっしゃったのに結局口を出されて。資源は資源で頑固なのだから、どうして我が家の男たちはこう。まあまあ母上、その辺で。同じというか、よかろう。お前のやり方最後まで貫いてみせよ。父上、兄上、ご加盟は果たしたことですし、そろそろ洛陽に帰りましょうよ。よし、
直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。シバイ殿、高尊園の討伐ご苦労だったな。なんと痛ましいことだ。宗英殿は宗妃殿の聡明さを、皇太子の宗法殿はまだお若い。かねてより宗英殿から打診されていた通り、宗法殿の補佐には私と貴殿。うん、そこで貴殿に相談があるの。職は長年漢中に軍を駐屯させていた。今こそな。ふん、それは愚策と言わざる。なんだと。職が漢中から兵を下げたのは、より兵端を維持しやすい場へ移動しただけのこと。今攻めればこちらに損害が出ましょう。なんと言われようと、こたびの職討伐には貴殿以外の賛同が得られている。この決定には従ってもらうぞ。父上、本当に職に戦を仕掛けるんですか？この前反乱が起きたばかりで、東の方がまだ不安定だっていうのに。義弟宗法殿の貢献である曹操殿の決定だ。我らが留守の間に手回ししていたらしい。大将軍曹操殿か。今職に攻め込んだところで何か得られるとは思いませんが。いや、曹操殿の狙いはおそらく実績だ。同じく陛下の後見人である父上と違って、自身にほとんど軍功がないことを気にしたのだろう。実績って、別に戦にこだわらなくても、乱世が終わればそもそも軍功なんて生まれなくなるんですし。あのボングにそこまでの展望はなかろう。奴が戦にこだわるのは、ひとえに私から軍権を奪いたいがためよ。きっと曹操殿の養子であったカーン殿やその取り巻きにそそのかされたのね。以前はもっと素直な方だったもの。しかし父上、このまま攻めれば職と対するのは高青山になります。彼の地は傭兵が難しい。戦に不慣れな曹操殿の指揮では勝機は薄いかと。こたびの出陣は取りやめるべきでは。兄上の懸念はもっともです。俺もそんな山に行くより洛陽でのんびりしたいですよ。私とてこんな馬鹿らしい戦には参加したくない。だが曹操殿の命を無下にするわけにもいかん。お前たちも高青山へ向かうように。しばし殿、高尊園討伐における活躍は聞き及んでおる。その説は大義であったな。それで義の大将軍たるこの私に一体何の用かな。恐れながら、こたびの我が軍の布陣について申し上げたき懸念がございます。懸念だと。現在我が軍の兵力は前線に集中しています。これでは後方に敵の奇襲を受けた場合、前線部隊が孤立してしまう恐れがある。漢中周辺はアイロが多く奇襲を受けやすい地。ここは一度兵力の配分を再考し、奇襲に備えて後方の防備を厚くするべきでは。
芝一族は皆こぞって小賢しい理屈を並べおるわ。奇襲など受ける前に諸君を倒せばいい話よ。いや、それはさすがに無茶ですよ。あまり敵を甘く見ない方が。よいか、俺は宗家たる宗一族の戦、圧倒的な兵力で敵を押し潰す堂々とした戦でなければならんのだ。私は自ら前線の部隊を率いて一気に艦中を落としてくれよう。貴様らはそこで指をくわえて見ておれ。つまり特に策はなく、まっすぐ兵を行軍させると。そんな方法で諸君が倒せるなら過去の英雄たちがとっくにやってるって。まったくだが、呆れて物も言える。だが我らまで無責任になるわけにはいくまい。行くぞ。勝てぬ戦であったとしても、せめて被害を最小限に食い止めなければ。私にかかれば職な。敵ではない。手始めに艦中を落としてやろう。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の拠点を奇襲する。制圧する。敵本陣を脅かせるはず。見ればいいわ。おとなしくしてね。勢いに乗ってやっちまえ。この拠点はいただきだ。まさかここに食軍が。俺が止まりそうとはまさにこれよ。カカイ、敵込んでないか。俺が来たんだ。安心してくれよ。消えればいいわ。作戦が失敗し、敵が消えられない。言っとくか。あの辺をいただきたぜ。良い場所を見つけた。そこに向かって進軍を。
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。魏軍がついにここまで。落ち着いて敵に当たれ。やっ、で、で、やっ。よし、我らは漢中の援護に向かう。皆進め。この艦中は絶対に渡さんぞ。俺がいながら敵に艦中を、なんて情けねえ。艦中は取った。このまま進むぞ。兵どもに疲れが見えるが気にすまい。なんとか艦中まで進軍できた。兵たちが弱音を吐こうと休ませるな。体勢を整え次第生徒を落としにかかるぞ。大将軍、少しお伝えしたいことが。この先の要害はすでに職軍が固めています。攻め取るのは難しいかと。加えて背後の兵隊が長く伸びきっています。このまま進んで奇襲を呼び込めば長安との補給を断たれ全軍が孤立することに。えい、黙れ。大将軍に意見するか。私に退却を進め先行を得させぬ魂胆であろう。いいえ、そのようなことは。曹操殿、私も芝将殿に賛同いたします。兵や牛馬の消耗が激しく、これ以上の戦は得策ではありません。下高原までそのように申すか。私はお前たちの気概を試したのだ。我が軍はふぬけの集まりのようよの。これでは先に進んだとて無駄であろう。全軍に撤退を命ず、速やかに洛陽へ帰還せよ。口添えありがとうございます。加工源殿、助かりました。芝将殿、苦労をかけて申し訳ない。曹操殿は一族に栄誉を取り戻さねばと焦っておいでだったのだ。分かっていますよ。ですが今回の敗退はかえって曹操殿の心を失墜させる結果になりましたね。それも致し方ない。こたびの戦も芝氏殿や芝将殿、そして一部の有能な将らの活躍がなければ危なかった。宗秘殿や宗栄殿が築いてきた義が今の宗一族によって脅かされている。呉や蜀につけ込まれる前に何とかせねば。宗家に近い真には加工源殿や加工派のような国のために才を尽くす人がいる。曹操殿らがこれ以上軽はずみなことをされなければ大丈夫ですよ。俺たちも洛陽に戻りましょう。父上、お話があります。
大将軍は高青山で敗退してから宴ばかり、少々の機嫌取りに不審しているようです。そのために先帝の代に貯めた財が費やされ、五色に対する防衛さえ維持が困難な有様、このまま大将軍に国政を任せるのは危険です。危険って、兄上まさか。曹操を除き我らが実権を握るということか。その手は諸刃の剣と知ってのことだろうな。曹操が国を内側から害するものであるのは事実だ。しかし国内には曹操殿や曹丕殿への恩義から、曹一族に対し忠を尽くす臣も多い。曹操を廃すならば、その者らの反感は免れ、最悪国内を二分することになろう。相応の覚悟を持ってやらねばならぬぞ。兄上。もとより覚悟の上です。先日の高青山の結果に誘発され、諸君が動き出しています。おそらく近日中に戦端が開かれるでしょう。その前に国を弱らせる病を速やかに除かねばなりません。旦那様、大将軍は狩りにお出かけになっているとか。ことを起こすのなら今よろしゅうございますね。うん、曹操らが洛陽を留守にしている今が好機、迅速に取り掛かるぞ。宮城へ向かえ。しばし殿らが兵を率いて城に向かったと。カクワイ殿、諸葛丹殿、これはまさか。おお、いよいよしばし殿が立たれたのか。まさに皆が待ちわびていた瞬間よ。曹操殿は高青山から戻ってからというもの、宴会を開いては宝刀三昧、民の税をあのように使うなど参加できぬ。諸が義へ攻め込む気配を見せているというのに、大将軍は軍備のための費用を遊興に充てられた。このような状態で諸に攻められたらと、毎日毎日心配で今にも寿命が縮みそうだ。みな、しばし殿が呼んでいる。要件は言うまでもなかろう。承知した、すぐに向かおう。私の命燃え尽きるとも、この国を真に守るために。自分はしばし殿に見出された身、そのご恩を返すためにも任を遂行する。おのおの賢明な判断だ。すぐに宮城へ向かうぞ。大将軍が狩りから戻る前に全てを終わらせる。みなよく集まってくれた。大将軍曹操は今洛陽を留守にし狩りに興じている。この機に乗じて奴の持つ権力を全て奪い取る。兄上、確かに曹操は国政を担う器ではありませんが、どうにか穏便に済ませられないんですかね。将、腹をくくれ。生半可な対処では国の根幹に溜まった海を取り去ることはできぬ。これは乱世を終わらせるために必要なこと、我らの天命なの。わかりました。よし、曹操が戻ってくる前に洛陽を制圧する。速やかに洛陽を制圧せよ。その後壁外の曹操を討つのだ。
過ぎることは許さぬ。効かねば切り捨ててくれようぞ。いい子ね、可愛がってあげる。ここは引くしかない。芝一族め、覚えておるよ。敵将討ち取ったわ。さすが母上です。本当に誰よりもお強い。防衛を命じる。脆弱な守備で隙を見せるな。おとなしくしてね。敵将討ち取ったわ。瞬間、そのもう少し手加減してやってはどうか。俺逆賊どもめ、貴様らなどに敗れようとは。球場はこのしばしが制圧した。出だな抵抗はやめよ。人も戦も思い通り。母上、いやお強い。父上を尻に敷くだけのことはあります。伝令、カーン様、テイヒツ様が敗走しました。ラピオ球場が芝居の手に落ちた模様です。私の死ぬ。これ以上好き勝手させるな。曹操様のため落葉を取り戻すのだ。さあ行くぞ。芝居ね、私のおらぬ間に。これは葬儀に対する反逆、許してはならぬ。芝一族め、我らに取って代わるつもりだったとは。我らが立った真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。このようなことが許されると思っているのか。葬儀の神でありながら私に弓を引くとは。葬儀の神だからこそよ。この葬儀は偉大なる曹操殿が礎を築き、聡明なる曹丕殿が盤石としてきた。私も三代、いや四代か、長きにわたり仕え、その隆盛に力を尽くしてきた。それを貴様のようなバカが乱し、食い潰すことは断じて許さん。死んで亡き曹操殿、曹丕殿にお会いし、己の愚かさを詫びてくるがいい。
この三奪者どもめ！三奪か。もはやそれ以外に手はないのやもな。